やってきたのは東京都中央区にある聖路加タワーという高層ビル。レポートするのは久保光代です。よろしくお願いします。45階に本社があるというが、一体どんな会社なのか。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。迎えてくれたのは入社11年目採用担当の古橋さん。こちらの会社は1925年創業の三木工業株式会社。創業から99年を迎え、昨年の年商はなんと2000億円超え。従業員はおよそ2100名も抱えている。なんで会社を辞めないのか調査開始。早速なんですが、なんで会社辞めないんですか。あ、いきなりなんですね、はい、一緒に行きましょうか、はい。なんで中に行くんですか。はい、まずは見ていただいて、はい、こちらの景色を、はい、ご覧ください。あ、すごいですね。ビルがすごい立ち並んでるんですけど、たくさんの高層ビル多分 見ていただけるかなと思います、はい。こういった建物に命を吹き込む仕事っていうのが、まあ、当社が行っている事業でありまして、はい、まあ、そういったところに私もやりがいを感じて、あの仕事をずっと続けております。当社はですね、主にあの空調設備ですとか、あとトイレ、厨房といった、はい、と衛生設備、またですね、こういったあの照明ですとか、はい、皆さんが想像されるコンセントのような電気設備を作っている会社になります。三木工業はビルの空調やトイレ、厨房などの衛生設備、照明やコンセントの電気設備など、建物の内側にある様々な設備を施工することが主な事業。都内の建物を手掛ける方が働く9階の東京支社で話を聞いた。皆さんこんにちは。お話をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい。皆さん普段はどんなお仕事をされてるんですか。現場の施工管理です。建物を作るのは職人さんですけども、はい、そこを指示しながら、私たちは監督しながら作り上げるっていうんですかね、はい、はい。指示役っていう感じですかね。工事を管理する現場監督の皆さんに聞いてみた。なんで会社辞めないんですか。なんで、はい、やっぱりやりがいがありますね、はい、やりがいがある、はい、やっぱり達成した時の、満足感というか達成感があるんで、はい、そこはいいですね。私はやっぱ自分で書いた図面が現場でその通りに出来上がってるのを見ると、やっぱおお、よかったみたいな感じはしますね。東京オリンピックの会場になった代々木競技場、はい、息子とかにこれパパやってたんだよって自慢はできましたね。そうですよね、はい、自慢になりますよね。自分の仕事が目に見える形になり、達成感を感じられることが会社を辞めない理由になっているという。どんな建物に関わられてきましたか。虎ノ門のビジネスタワ ー、はい、あと改修工事でいうと日本橋の高島屋とか。関わる建物も有名な場所が多いようだ。入社何年目ですか。39年ですかね。39年、はいはい、長いですね。長いですね、はい。辞めようと思ったことあったんですか。あんまりなかったかもしれないね。会社に行きたくないことがあったけどね。あ朝ね、朝。今までにどんな建物に関わってこられましたか。そうですね、東京駅もしっかりだし、あと防衛省の現場もやってきましたし、はい、六本木ヒルズのあたりもいましたんで、どんな建物に携わられてきましたか。東京ミッドタウンの日比谷。さすが99年の歴史を持つ会社。多くの社員が誰もが知る建物に関わっている。そしてこんにちは、お話をお伺いしてもいいですか。あ、はい、こんにちは。なんで会社辞めないんですか。妻と子を養うために頑張ってますリアルなお子さんや奥さんに自慢することってありますか。そうですね、ここの建物は僕が作ったんだよとか話します反応はいかがですか。すごいねって感じ仕事を家族に自慢できることも会社を辞めない理由のようだ。さらに
こんにちは、お話をお伺いしてもいいですか。なんで会社辞めないんですか。やはり何億何十億っていう案件を任されて、やることにやりがいを感じているからです。規模の大きさがやりがいにもつながっていた。続いては入社11年目の西村さん。普段はどんなお仕事をされてるんですか。現場監督のことをしておりまして、はい、実際に作業される職人さんにやってほしいことを指示したり、はい、安全の管理であってっていうのが主な作業内容になります。なんで会社辞めないんですか。実際に現場に出てみると、はい、たくさんの人と関わるんですが、うん、そのあたりが楽しいと感じているからです。作業をするときは、厳しいことこちらにも言われることはありますが、はい、一緒に一服したりするときは優しく、うん、接してもらって、面白い人たちばかりですね。職人さんとの関係が辞めない理由とはどういうことなのか。西村さんが監督している現場にお邪魔した。時間、たっぷりありますんで、焦らず作業していただくよう、お願いします。今日も一日安全作業で頑張ろう、うん、転落防止の措置は確実にとって作業を取り掛かっていただくようお願いします。わかりました。職人さんに指示を出し現場を仕切る西村さん。事故が起きないようにその表情も先ほどとは変わって真剣そのもの。現場監督は作業の進行だけでなく安全管理も大きな役割なのだ。そんな西村さんのような現場監督は皆神奈川県の研修施設で安全や技術を学んでいる。早速その施設がある三期テクノセンターへ。案内してくれる研修担当の高谷さんにも聞いてみた。なんで会社は辞めないんですか。はい、私研修担当なのでここに研修に来ていただいた方に、はい、実際に受講者研修生の方にやってもらう、はい、でその反応がすごく良かったりとか一緒になってこう討議したり盛り上がったりすると、はい、私も楽しくて好きで仕事をやらせていただいてます。はい、ここではどんな研修が行われているのか。まずですね、はい、こちらが不安全行動チェックエリアということで、マネキンが並んでますね。長い廊下にずらっとマネキンが並んでます。はい、実はとっても危険な行動をしてるんですね。はい、はい、このマネキンたち実は現場作業中の危険な行動をしているという。この脚立に乗っているマネキン、はい、どこが危ないか分かりますか。実は一体にもいくつも間違いが隠されてるんです。どこだろう。どこですか。はい、いろんなものがぶら下がってたりですね。確かにそうなんです。気づかなかったです。ここもロックがかかってないものですとか、はい、実はいろんなところに危険が隠されてます。まだありますか。まだあります。まだありますか。実はですね、はい、この天板の上に乗っての作業は、はい、落ちる危険性がとても高いのでこれはやっちゃいけない作業なんです。このように現場に潜む危険を見つける目を養うことが不安全行動チェックエリアの目的。さらに最先端の驚きの研修が。あ、ここは何をする場所なんですか。はい、安全研修の理解を深めるために VR バーチャルリアリティを使った研修をここでは行っています。すごいですね。はい、こちらは実際の現場のデータを使って、はい、現場に行かなくても安全作業ができるように VR を使った研修をここではしています。最先端ですね。ありがとうございます。最先端の研修 VR での高所作業を体験。見てみましょう。はい、今です。結構高いですね。なくなって。はい、今ちょうど正面に見えている道具箱ありますね。はい、はい、あれをご自身で取りに行ってみてください。大丈夫です。クレーンで引き上げられた道具箱を高所で受け取らなければならない場面。頑張ってください。身を伸び出さないと取りに行く。はい、頑張って。はい。どうでしたか。怖かっ
かったです。結構怖いですよね、うん、こういう VR を使って、まあ、災害の怖さどうやったら防げるかっていうのをここで学ぶようにしています。実際に起こりうる事故の危険性を VR を通して学ぶことがこの研修の目的。座学だけでなく身をもって体験できることが安全管理を任される優秀な現場監督を育てている。それでは再びオフィスで辞めない理由を調査。すごい開放感のあるオフィスですね。皆さん真剣に作業されている様子ですね。突然すみません、こんにちは。お名前も。お名前久保と言います。はい、久保。私も久保です。え、珍しい。少ない名前じゃないですよね。そうなんです。でもなんか世の中で会うの少ないですよね。合わないんです、はい、人生で22年で初めてです。ありがとうございます。初めまして。まさかの久保あるあるが聞けたところで、なんで会社辞めないんですか？そもそもシンプルに工場が好きなんですよ。あ、そうなんですね。あ、工場ってかっこいいなっていう。工場がかっこいい。めちゃめちゃでかいダクトだったりとか、はい、そのものすごい配管の数がこう工場ってあるじゃないですか、はい、ありますね。そういうの見てるのが好きなんで、仕事しながらそういうのに携われるのは、はい、あの趣味とこう実益というか。そうですね、趣味の一環に、はい、工場ってかっこよくないですか？工場かっこいいですね。かっこいいですよね。かっこいいですね。夜とか特にかっこいいと思うんで、はい、光り輝いてますよ、はい、ぜひ見に行ってください。ありがとうございます。続いて入社12年目の平山さんに話を聞いた。なんで会社辞めないんですか？なんで会社辞めない、はい、今子育てを今しているので、はい、そういう福利厚生とかは本当に充実しているなと思ってまして、はい、保育園から呼ばれたりもするので、うん、そうです。そういう時も結構あの休みやすいというか、もうすぐに、はい、子供のとこ行ってあげてっていうことも多いので、はい、さらに驚きの辞めない理由が。大きいオフィスに来ました。あちらにいる方にお話聞いていきたいなと思います。こんにちは。お話お伺いしてもよろしいですか？はい、大丈夫です。なんで会社辞めないんですか？私3月まで南極観測隊に参加していまして、はい、南極ですか？はい。え、南極？南極という特殊な場所で何をしていたのか。どうして行かれたんですか？まあ、弊社の、昭和基地の汚水処理設備を納めておりまして、はい、昭和基地で発生するその生活系の廃棄物の処理と管理、はい、あとはお風呂だとかトイレとか、はい、そういう生活排水が発生しますので、はい、それを処理するため の、 あの汚水処理設備の維持管理をしていました、はい、昭和基地とは日本の南極観測基地のこと。そこには3期工業製の汚水処理設備があり、昭和基地を運用する機関に毎年 1,2 名出向している。南極条約によって現地にゴミを残してはいけないため、極地でも活躍しているのだ。ちなみに塩原さんは1年4ヶ月昭和基地で働いていた。一番思い出になったなと思うのが、隊員みんなで、露天風呂を作ったんですけども、そうマイナス30度くらいの中で、はい、あのみんなで露天風呂入ったのはすごくいい思い出でした。お湯凍らないんですか？あ、もう凍らないようにあの水中ポンプを入れて常に攪拌させてで水中ヒーターも入れて、はい、もう温度を一定に保つようにして。そこまでして。うわー、オーロラ。今まで見た景色で一番美しいなって思うような、そういう景色でしたので、で、まあ、ここに映ってるのが私。結構オーロラ撮ってて楽しかったです。また南極行きたいですか？ぜひ行きたいです。あと2回くらい、行きたいですっていうふうには会社には伝えてるんですけど。あ、もう伝えてるんですね。来年100周年を迎える産機工業は多くの熱意ややりがいに支えられている会社だった。